ほい、じんちゃんのロジンでございます。今日は月ガチャやってまいりましょうか。なんといっても今回やっていくのはステップアップガチャでございます。ではスタート。はい、ということで本日はガチャ動画になりますが、まあね、今この時点でガチャお前引くの、新しい新キャラコルトが来るのにっていうね話もありますが、まあね、ステップアップガチャ、実はですね、私プラトンがレベル44、二突の状態ですね。どうしてもね、46ぐらいまで行きたくて、このステップアップガチャ引いてみようかななんて考えております。ただね、一つだけ皆さん、しっかりね、いや今引くタイミングじゃねえだろうと思ってる方々いましたらね、ちょっとね考え直してほしい。なんと皆さん、これステップアップして6まで行ったらブブ、そして12回回したらプラトンが確定で1体ずつもらえる。確定ですよ、確定で。プラトンをなんとルビー計1800ルビー無償でいただけるということです。それだったら引くしかないでしょ。何この安さ、っていうかブブンね、貫通してないですよ。900ルビーだよ無償。アリーナでもらえた報酬で例えば300ルビー、そしてボス戦で300ルビー、もうこれ600だからね。で手持ちで300あったらもうブブ貫通、感動じゃねえ、一体もらえる、これありえないでしょ。引くしかないって持ってなかったら。なので私はコルト前にこちら1800ルピー使ってプラトンを一体は確定したいと思います。そしてもちろんですが、あわよくばもう一体モヤモヤしたいなぁなんて考えております。では参りましょうか。こちらステップアップガチャ、ステップ1で消費ルビー 50% オフ、つまり100ルビーでできると。そして2回目いきますと10万ゴールドをゲット、ゴールドを手に入れていくっていうことができるので結構これもお得。しかもそれ100ルビー、これでも優勝ルビーで引いてくるじゃねえよな。これ優勝だったら相当きついんだけど。ステップ3、30万ゴールドゲット、ルビー150ですね。そしてステップ4が60万ゴールドゲット、ステップ5で100万ゴールドゲット、ルビー200になります。ステップ6で対象キャラ確定出現、1周目はブブ、そして2周目はプラトンになっております。提供割合見ていきましょう。ちょっと驚くのがこちら見てください。セブンナイトがなんと 0.5 ですね、 0.5。 それに比べてダークナイトが 0.38、 そして四皇が 0.5。 これよくよく見るとセブンナイトと四皇がほぼ同じくらいの確率出るってことですよ。これはね、バネッサの方で引くよりかこっちの方がもしかしたらセブンナイツ出てくるんじゃねえなかなーなんて勝手に思っちゃうよね。旧思考 0.5、 ナイトクロー 0.5、 隠れた強者が 0.7、 そして一般がもう半分以上、半分ぐらいですね。 48% で星3、 47% で星4という確率で出てきますということでしょうか。まあ隠れた強者が燃やった可能性が一番高いということですが、まあこの辺どう出るか分かんないぐらいの、ね、もう 1% 切ってるようなレベルなんで、どれが来てももやったらもやったですごいということですね。これ優勝じゃねえよな、すげえ気になるけど、ちょっと見てみようか。大丈夫ですね、所持ルビーということになってますね、優勝ではありません。では参るぞ。1回でも赤もやりしてプラトンゲットできたら俺の勝ちでございます。まず1投目いきましょう。よし、行こう。まあ2周でもう多分引けなくなると思うので、アウトでだからどんどんポコポコ引いていっちゃいましょうね。 OK で、プラスアルファどんだけ、燃やれるか、こう確定要素の出てるガチャってあんまりね燃や率が出ないっていうのが基本でございます。こんなもんでしょうね、こんなもんでしょうね。はい、行きましょう。100ってなってね、もう1回次の報酬まで100ルビーということで、次100で引けるというものが出てきましたね。行きましょう。アバンタイ行ってみましょう。よし、ここは今度はスキップしていきましょうか。ポン、10万ゴールドゲットしましたね。ポンパ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 ンタ、追加最後にしときましょうか。右上タッチズルンチョ、ウェイタッチズリンチョ、右下タッチ左ウェイ、いやーもだもうやんないねタッチ。うーん、まあまだ2投目だからね、当然のことでしょうね。では次行きましょう。3投目でございます。どんと150ルビーですね。
まあルビーお手軽でいけて結構いいねこれ本当に。俺理論間違ってないよねこれね。本当に900ルビーで1体もらえるよな。どん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 と行きましょう。ミウェイタッチ、よし下ミウェイ真ん中ミサ、オカマじゃないよすごいなこれ。こんなもんか、こんなもんか。行きましょう。アベンター、あれ引けないぞ。行けない。まあ皆さんね、今週コルトが出てくるのでプラトンを貫突してる方はもう全然ね引く必要性はない、引く必要だな。ただ貫突してない人は確定要素でもらえるんだったらここはね取っといた方がいい、うん、なので僕は全然引きますよここは。よし行こう。ミシャウウェイ下ミユさんもうやんねえなー、このもやらない率はすごいね。どうしようかなってちょっと不安なっていた。今何回目かな、4回目か5回目くらいですね引いてもね。うん、あと2回で一応ブブ確定まで行くはずなんで、そこでちょっと様子見ましょうね。ゴールドだけがどんどん増えていく。よし金率、よし金率良好。えい左ウェイグリンチョンミサータッチウェイタッチ。これもやることあんのか、全然もやんねえな。やっぱセブンナイツのバネッサガチャ並みにちょっともやんだね。あーこんなもんですか、厳しいな。200、これでおそらくブブ確定が来てくれるはずでございます。頼むよ金率。よいしょ。あー確定の時には多分追加報酬ってこっちの画面に出てたけど今回出てこない。多分追加から出るんじゃないかな、ポチッとな。あーここに来たね、ここでブブ、まあまあ来ましたということで。他にもやんねえのかな、全然もやんないね大外れ大外れ。まずこれブブもらいますね。なんとね中途半端でレベル15っていうなってますね。どういうことなんでしょうね。行きましょう。どんどん、あれ購入できません、一回出なきゃいけないのかな。あーなるほど、こうなってますね。1回から6回購入完了、終わりました。7から12の購入へっていうものを押さなきゃいけないんだね。次のステップ、これで引けるかな。では再び行きましょうか。スタート、うん、頼みます、頼みますよ。うん一回ぐらいもやってくんないかな、他のところで。カモン、ダン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 、ダッシュン、ダッシュン、ダギュン、左下、右上、下、ほい、しぼう、ドン。もう苦い気味に行きましょうか。おかしいなぁ。もうなんか、バイク、バイクの音したやつやな、バイクの音。これなんかいいバイクの音なんねえかな、頼むよ。よし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 、よし金率、まず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 、ダン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 、右上、えい、左上タッチ、下左下ウェイ右ウェイダメだこりゃダメだこりゃ、これはドツボにはまっていくぞ。ただ負けはしない、スキップドン。ちょっと速攻、おいいね、今金率来てる、金率来てるよ。ここでちょっと勝負かけていこう。よっしゃ右下オンダタッチ、左ウェイウェイ、左下下右ウェイ左ウェイ右下すげえだこれは、すげえ闇ですよ、闇ですよ皆様、闇闇闇が俺の中で黒すぎる。タッチプギープギー、左ウェイウェイ下燃やんない燃やんないお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 い、これはすごいね。やっぱ確定要素ガチャ系はきついね。ほんとに出ないわ。どういうこと？ああ。ちょっとスキップして。金率いいかと思ったんだけど、ここで。おっと、やっともやったけど、思考でした。ゆきちゃんか。
いやでも思考、思考かドン、でも燃やることは燃やるんだね。一応分かったよ、燃やることは燃やると。これが唯一の今回の動画の見せ場かもしれませんよ皆さん。よし行こう。ちょっと今波に乗ってる金ボーナスが出てないんで、これがラストガチャかな。よし、ちょっと慎重に行こうか。燃やらせるよ。真ん中で多分プラトンが待ち構えているので、ウェイズルリンチョメイ、右下左下タッチ、右ウェイ燃やってタッチ、ウェイタッチ、あー星5封煙出たけど、はぁダメか、タッチということで、ここでプラトン登場ということでございました。厳しいこれは。はい、ということでまとめてみましょうか。皆様、ステップアップガチャ、副産物は出ないというふうに確保しておいてください。とかくブブとプラトンどちらか1体ずつ欲しい方は聞いてみると良いかと思います。1800ルビーでこの2体を確定的に手に入れるってことは相当安上がりだよね。安上がりなので、ぜひとも皆様8月23日コルトはまたね1ヶ月引けるチャンスあるから、そこでルビー貯めながら引いていってもいいのかななんて感じております。では最後にこちら話させてください。はい、最近ね番組の最後にいつもねギルドのメンバー募集ということをやっていますがね、やっぱなかなかねギルド戦始まってるからね、移籍できるっていう方なかなか少ないと思いますが、次シーズン始まる時に、あ、ジンチャンネルそれは募集してたなっていうことをちょっと頭の中にね残しといてもらえたらねいいかなと思って、頑張ってね告知していきましょう。我がギルドジンチャンネルですが、メンバーとりあえず現状は1名募集しております。こちらの方にね募集要項出しておきますのでよろしくお願いいたします。アリーナ週末、マスター以上行ってる方、そしてギルド戦毎日参加をしてくれる方お願いいたします。そしてコミュニケーションしっかり取れる方を優先して我がギルドに入れさせていただきますんでよろしくお願いいたします。ということで本日もありがとうございます。寺王国防衛戦皆さんどうでしたでしょうか。ちょうどねこれ収録してる時間がね23時56分というところでギルド戦終わったところでございます。また来週もね何らかの形で皆様のギルドに貢献できたらななんて思っております。まあスコア出すのでね多分ね来週のヒントは石化なし、俺石化なしで踏んでるから、うん、でなのでちょっとこれ予告ですよ、全然絶対それが合ってるって皆さんね勘違いしないでくださいということで今日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドジョブチャンネル登録していってください。では皆さんバイバイ、ありがとうございました。